なるほど。じゃあそれでそれをお金にするために週刊誌にあることないことを言って、いや週刊誌じゃない、最初に警察に行ったらしいんだよね。事件として取り扱えって言って警察署の中で暴れたんだって。結局は最終的には何もないわけで、相手に対して、いやその事件にもならないっていう話になったんだけど、世の中はそのニュースだけが残って学徒レイプみたいなね、はいはい、いきなりパッと不倫って、って旦那いるのみたいな嘘って、そうか彼氏いないって言ってたな確かに嘘ついてねえな付き合ってる人いなかったんだろうね旦那はいるけど、旦那はいるけど Ladies and gentlemen, welcome to North Village。でもそういうのを例えば後ろめたさはないじゃないですか、うん、でもニュースとかに出るわけじゃないですか、うん、どんな心境になるんですか、それを見た時。どんな心境、やっべーとかならないですか。いやだって旦那さんはおいおいって話だと思うよ、はい、それ僕も逆だったらおいおいって言うけど、うん、いること知ってて口説いたら、うん、それは不倫だと思うし、実際にそうだと思うし意図的にそうしたと思うけど、僕らにそれ知る術なくない、うんうん、よく言うのはファン口説いたってみんな言うけど、これ一言言わせてもらいたいんだけど、ファン口説いちゃいけないって言われたらどこの世界で僕女口説けばいいの逆に言ったら僕を嫌ってるやつしか僕を口説けないってことでしょ。そうですね相当学さんのことを嫌ってくれてる状態でやっとなんかあんたのことなんか大嫌いなのよ最高ですって言わなきゃいけないでしょおかしいでしょそれでやっとハードルが一般の人と同じぐらいになるんじゃないですかゴルフでもハンデってあるじゃないですかいやだからみんななんかファンに手出したとかって言うけど、例えばね出会ってファンですって言われたらもうそれで終わり、いやテレビで応援してますって言われたらもう終わり、ってことは僕のことを嫌いな相手しか僕は相手できないってことでしょそれ結構ハードル高くないわざわざ嫌いな人をまず見つけるのが大変はいはい、ね、多分ネットで書き込みしている僕のアンチの人たちの中から選ばなきゃいけない、そこをターゲットにすれば結構いますよアンチ、結構ハードル高いぜそうですね、だって顔も出してくんないし、そうですよね、それでも困らなそうですけどね。だからそこだけを責めるようにしたよっつってもなんか、いやいやそんなこと言ってるから僕は嫌われるんだよそんなこと言うから反感買うんだよ、ひどい話だよ、そんなこと言わないから、いやだってさ、はい、よく思うんだけどね、はい、僕も確かに昔はすっごい性欲強かったけど、はい、今さもうこんなに年取っちゃってそんな言うほどさ、はい、昔みたいにめっちゃ性欲あるか誰でも OK みたいな、はい、そんな感じじゃないじゃん、普通に会って口説いて、あこの子いいな雰囲気いいなとか、はい、気が合うなとかって思うから自然の流れでエッチするわけじゃん、はい、それ普通じゃない、そうですね、バーで出会って街で出会ってネットで知り合って普通じゃない、そうですね、別に僕にとっては全く普通のことだし、うん、で口説いたのもじゃあ今からホテル行こうよエッチしようよって言う、僕がそうですね、言う必要ないでしょ、そんな口説いてるの見たことないでしょ、ないですねっていう僕が、はい、ね、世の中にまあ不倫とかって出てそれに腹立てんの変じゃないでも世の中芸能界的にはちょっと不倫とかそのファンにとかっていうんでもう芸能界の的に活動がなかなか難しくなってたりする人が今いっぱいいるじゃないですか、うん、学さんだけこう何も響かず動じないのは何が違うんですかね。まず一つ、はい、はっきり言えることを本音でね、はい、言うと芸能人の不倫がダメ、公認のいわゆる公人と呼ばれる公に出てる人たちの不倫がダメ、はい、でそれ以外に世の中の人たちの不倫は OK なわけ、まあ、モラル的には不倫はダメ、誰であろうとダメってなってるわけですよね、うん、モラルはね、はい、じゃあ実際に世の中の人は誰も不倫してないってこと、いっぱいしてんじゃないですか、だよね、はい、なのに棚に上げてるんだよねそれ、そうですね、はい、そうだよね、はい、でもう一つ見てる人たちの人生に
他人の不倫は関係すんの？しないですね。そうですね。でもみんな大好物ですもんね。それって責める相手見つかったから責めたいだけじゃん。うん、そうですよね。いじめと一緒なのかもしれない、ね。そうそうそう。いわゆるそのテレビを通したメディアを通していじめだよね。うん、だってさ、渡部くんが不倫したじゃん。はいはい。公衆トイレの。そうそうそう。多目的トイレ。はい。多目的トイレ。多目的トイレでその不倫してた。はい。多目的不倫とか言われたんでしょ。違うの。あったよね。なんか言われてたじゃん。はい、その後の記者会見。メディアの人たちが集まって僕あらっと見たんだよそれ、はい、いじめじゃん。あメディアっていうのを通した取材っていうのを体にしたいじめじゃん。質問の内容も公開処刑みたいな。そう公開処刑。それがメディアなのかっていうとレベル低くねって思うし、そうですよね。うん、あともう一つ謝るべきなのは奥さん、うんうんうん、そうですね。世の中に向けてじゃないですよね。そう謝るべきなのは奥さんに対してであって、うん、世の中に対してじゃないよね、うん、だからそこが僕間違ってると思うんだよ、うんうん、なんで関係のない世の中に謝んのって、うん、それをみんながやるからダメなんじゃないの謝れみたいな。いやちょっと待って不倫相手でしたっけみたいなそうですよね。でしょ。だからもし僕が謝罪しろって言われたら謝罪するのはそこに関わってる人たちには謝罪する必要性はあるかもしれない、うん、まあ僕からしたらいやいやちょっと勘弁してよ、うん、騙されてるのこっちなんだけど、うんうんってね、そうですね。っていうのはある、うん、だけど気持ち的には、うん、例えば謝罪を求めてくるっていうんだったら、あじゃあ会いに行きましょうかって、うんうん、とはなるよ、はい、それは関わった人たちの間での話であって、うんうん、世の中関係なくない。ないですね、うんうん、それに対して世の中に謝るの変じゃない、うん、で世の中のほとんどの人たちや芸能界の人たちがお騒がせしましたって、いやいや違うだろうって騒がせるのが仕事だろそうですね。そしたらみんな謝んなきゃいけなくなるじゃんって話じゃん、はい、だから意味のない謝るのやめようよって、うん、謝ったから OK とかやめようよって、謝ることに意味がなくなってくるから今度は、うんうんうん、そしたらお前の謝り方には誠意がないとか言い始めるからそうですね。変じゃんそれ、うんうん、っていう考え方が僕はそもそもあるし、うんうん、世の中的にさ、まあ、不倫がダメっていう風潮があるんだったら、うん、もういっそのこと不倫したら懲役3年とかしたら、うん、イスラム教みたいな感じで、うんうん、そうですね。そう考えると中金は罰金あるけど不倫とかは罰金はないですもんね、うん、中金してる人たちいっぱいいますもんね。でも中金してる人たちに対してメディアは取り上げないでしょ、うん、でもそっちの方が罰は大きいわけですもんね。そう法律で定められている罪の重さで考えるんだったらなんでみんな中金の人たちを責めないのってなりますよね。先そっち解決しようよって、うんうん、すっげえいっぱい問題起きてるぜって世の中にじゃん。そうですね。だけどそこはいいわけじゃん、うん、っていうか興味ないんだろうね、うんうん、そこはってことはつまり解決したいから言ってるわけでも、うん、それが正しいか間違ってるか法律的に違反してるから言ってるわけでもなくて、うんうん、大好物だからでしょ、うんうん、ワイドショーとか見て騒ぐ人たちは、まあ、騒がれる側に行くことはないからいじめの対象になるリスクを負わずにずっとそれのいじめに参加できるっていうあれなのかもしれないですね。うん、だから世の中ねいつも思うんだけどいじめなくしましょうって言ってるけどなくすべき方向間違ってないってって思うよね。うん、みんな弱い者いじめって言うけど、はい、じゃあテレビに出てる人たちは強いのか、うんうんうん、強い者いじめは OK なのかだからそれ弱い者いじめはダメって言うじゃん、はい、弱い者いじめはダメじゃなくていじめはダメって言わないんだよねみんな日本って。ああそうっすね。そうだから弱い者いじめはダメでいじめはダメと言わないんだよ、はいはい、だから強い者はいじめていいと思ってるんだなるほど。そっか弱いぜ強いです次がですねアイコニック破局って何ですか。ああ前の彼女と別れた時ね。ああそれはまた挫折とは違いますもんね。でもね落ちたよ。その時はさすがにね純愛だったんですか。うん、もうそれ以上出会うことないだろうなとも思ったし、結婚とかも考えるぐらい。そもそも僕は結婚をしたいっていう欲がないから、はい、結婚を考えるっていうのはなかったけど、はい、でも一生一緒にいるんだろうなって思ったからね。それがあれか
ロイヤルストレートフラッシュの。なるほどなるほど。これはね、まあ純愛の話なんで次行きましょう。次がですね、あ、これです。2018年仮想通貨スピンドル、うんうん。これもすっごい騒がれたじゃないですか。うん、あれは実際のとこ僕あんま詳しくは知らないんですけど、ガクさんがその広告塔だったやつでしたっけ？うん、表に出て仮想通貨っていうのをの事業としてね、はい、広めるっていうことに参加したんだよね、はい。僕が担当した部分っていうのは世界中にいろんな要人がいて、はい、いろんな関係者がいて、で僕はその人たちをどんどんパイプをつなげていくっていう役目だったんだよね。うーん、それが僕のメインの仕事だったんだけど、ちょうどあの当時バブルが弾けて、仮想通貨の、そう、はいはいはい、ビットコインがそれこそ200万から30万まで落ちた時だったんだよ。僕が初めて仮想通貨やった時だ。入れて1週間ですごいなくなった。そう、220万が30万まで落ちたんだよね、はいはい。だからその一番最悪なタイミングにかぶってしまったっていうのがすごい大きな理由。はいはいはい。あれは結局その公開して上場はしたんだけども、もうマーケットに人が入らない、うんうん、一切流動性がない状態になってしまって、でよく僕売り抜いたって言われるんだよ、はいはいはい、僕の持ってるの、はい、持っとるって全部持っとる。なるほど、売り抜いてないんですね。売り抜いてないし、うん、そんな売り抜けるようなマーケットの動きがなかった。ないし、うん、そもそも僕らはみんな売り抜いた売り抜いたって言われるんだけど、そもそもいわゆるそのファウンダーって言われる人たち、それを創設した人たちっていうのは、はい、ロックアップって言って1年間鍵がかかるわけ。あ、移動できない、触れない。うーん、上場した時の株と一緒な感じですかね。そう、うーん、ほったらかし。うーん、だから今は塩漬け。うーん、で契約を更新していくタイミングで僕の期間延長はなくなって、はい、広告党としての広告党っていうよりかは、僕はみんな広告党広告党っていうのは僕が有名だからだと思うんだけど、はいはいはい、僕別に広告党だったわけじゃないんだけどね。プロデューサーみたいな感じですか？いや、僕は単純にアドバイザリーみたいな形でその世界中の人たちをつなげるっていう、まあ、いわゆるコネクターっていう役割を僕は担っただけなんだけど、有名だったから表に名前が出ちゃったっていう、ガクトコインとか言われちゃったしね。あ、言われてましたね、うん、そのプロジェクトを継続していくにあたって新しいメンバーでもう一回一から立て直すっていうことを今彼らやってるんだよね。あ、まだ動いてるんですよね、うん、動いてて彼らはそれを今新しいメンバーで一から立て直すっていうの で僕は2期目に入るタイミングで会社と話をして今後続けていくのかいかないのかっていうところで会社から次の新しいボードメンバーでもう一回立て直しますっていうことで僕は離れたね。うーん、僕も投資してるから、うんうん、僕も一投資家としてじゃあ応援していくよっていうところで終わった。うーん、そのつながりはね、もちろん今も応援はしてるし、なんか相談があったら乗るし、だけどよく言われるのは僕が仕組んで僕が金集めて全部売り抜いて、うんうん、なんか詐欺みたいなこと言われたりしてますね、うん、あれは何が詐欺って言われるんですか？いや、そのコインを公開したけどタイミングよく上がりませんでした。だから知ってる人は普通にマーケットが落ちたっていうのは分かってんじゃない？あ、だけど、まあ、タイミングも含めてプロジェクトも含めて本当にタイミング、まあ、一番は 何せタイミングが悪かったよね。 うまくいかなかったっていうのはタイミングが悪かったことと、そのタイミングが悪かったことですごいその中そういうなんか詐欺だなんだとかって言われて、うん、じゃあ他のコインで誰かが詐欺で騒ぐかっていう話なんだけど、うん、それ騒がないじゃん、うんうん、例えば今回ルナとかだって1万分の1まで価値が下がってしまったんだよね、うんうんうん、1日で。韓国のやつでしたっけ？そう、はい、大きな事件ではあるけれど下がったことは詐欺ではないよね、うんうん、起こり得ることが起きてしまったっていうこと、うんうん、タイミングが悪いと、うんうんうん、でその中、まあ、無数のコインがある中でもちろん僕らも失敗するつもりでやってはないから僕も投資はしてるよ。だけど本当にタイミングがうまく合わなかった。実際ガクさんもトータルで損したってことなんですか？損してるね。
うーん、僕もお金を入れてるし、そこまで頑張ってできることをやって自分も損してて、それで有名がゆえに詐欺扱いってひどくないですか。まあでもさ、多分一緒になって買った人は攻めるところを探したいんじゃない。そこがもう自分の感情の行き先みたいになってるんじゃない。だから文句言うしかないし、でも実際ね、じゃあ僕がその財布からこっちに移してやったかってそうじゃないじゃん。自分の判断でやってるわけだから最終的には自分の判断なんだけど、お前が言ったからっていう。それ言われちゃったらね、何も言えなくなりますよ ね、 ね、例えばじゃあね、信託とかでさ、みずほ銀行がね、こういう商品ありますよって出しました、マーケットが悪くなって落ちた、パーセンテージが損失が出た、お前が言ったからってとはならないじゃん。はい、で中にはね、そういう人もいるんだろうけど、でも気持ち的にはそういうものをやっぱみんな持ってるんだろうなと思ったし、そういうなんて攻撃の対象としてしたいんじゃないの。だって騙されたってよく言われるもんね。僕も言いたいそれを言ってんだから。だけど騙されたわけじゃないからね、自分たちが思ってたようにマーケットが動かなくてタイミングが悪くて、で結果マーケット全体が異常なぐらい落ち込んで、本当にもう信じられないぐらいのマーケットの落ち込みだったからね。今でこそあの当時から比べたら上がったは上がったけど、あの当時は本当にやばかったもんね、落ち方が。一連のその件で投資したものが失ったのはそうですけど、それ以外にもその岳さん個人の仕事とか活動とかでも支障ってやっぱいっぱい出ました。レピテーション悪くなったもんね。何レピテーション、レピテーション、評価。ああ。だって世の中が詐欺師詐欺師とかって言うわけじゃん、はい、あいつは詐欺だとか、いやって思うけど、でもやっぱりニュースって言いたい放題じゃん、で騙されたって言う人たちは、じゃあ本当に騙されたのかっていう話をすると、その気持ちをぶつける相手がいないから、で僕目立つじゃん、僕にぶつけるしかないよね。でもそれでまたそういう新たなるこうね、いろんな今までもあったじゃないですか、障害強姦なんとかなんとかっていうところに新たに詐欺っていうものを加わったわけじゃないですか、どんな感じなんですか。そのあと殺人でコンプリートそれが聞きたかった集めてたんですね勇敢なるノースブリッジ編集部員たちよ、これまで惨憺たる卑劣な偏向報道を続けてきた地球報道メディアの半数は宇宙に消えた。我々が長きにわたる潜入取材で勝ち取った2023年9月4日出版のこのガクト敗戦記こそ世界の驚嘆に値するガクトの真実である。すべての事件の真相を正確に伝えてこなかった地球報道メディア、そして独断で正義を振りかざす軟弱なアンチ集団にいかほどの言い分が残っていようとも、それはすでに形骸である。正直に言おう、炎上におけるいかなるアンチコメントもガクトは読んでいない。そもそもガクトは世間をざわつかせるために生まれてきた。我々は地球のためにガクトの全てを白日のもとにさらさねばならんのである。果たしてガクトは黒なのか白なのか、それを決める陪審員はこの本を最後まで読んだ読者たちだ。よくやった、ノースビレッジ。 Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always welcome on the wild side.